ちゃーんーということで今日も始まりました長野市議会議員小泉一馬トークチャンネルこいちゃんです長野市議会議員小泉一馬でございますこいちゃんズの皆さん今日も行きますでねあのおかげさまで6月議会もね終わりまして小泉もそれなり以上の仕事をしてまいりましたで今回ね あのー、皆様にも本当にねご心配おかけしてしまいまして長野市議会も申し上げないと申し上げなければいけないことがね一つ出てきてしまいましたそうです新聞を読んでいる皆様ならご存知のいちゃんズご存知の交付申請の書類を国に出し忘れっていうこれね この間もやりましたよね、これね、5億円ね、財源に穴開いちゃったんだけどっていうお話で、まあ、これはね、もちろん、今更ながら一生懸命書類書いて、ね、持ってって、まだかなまだかな、お金来ないかなって、そういうふうにやきもきやきもきしている状況なんですけど、まあ、全部ね、5億円忘れて、5億円入よってくるほど、世の中、甘くない。甘く と私小泉は思いますだからね財源に穴開いちゃうんだけど一番困ったのは第4学校給食センター、まあ、他にもね教育,関係教育委員会関係の工事いろいろあるんだけど第4学校給食センターの工事が最大ですよ。 でね、これもね、あのー、今年度中に伸ばしちゃおうね、みたいなお話だったんだけど、お金来ないでしょじゃあどうすんのって。来年まで待つっていうのも一つ手ですよね。来年まで待って、その時もう一回国に交付申請してお金もらって、じゃあ一年遅れだけでやっちゃったねって。それも手だと小泉も思っていたんですが、ただね、 教育委員会がシミュレーションしてきたらね、そうそう簡単な話でもないんですよ。これね、教育経済文教委員会で出てきたお話なんですけれども、今ね、もう契約しちゃっている。契約しちゃっているから、それちょっと待っててくれ来年まで待っててくれろってそのね、工事業者さんにお願いすると、3億2900万円ほど、余計にかかると。それ何なんですかっていうとね、主にはね、 あのー、要するに契約しちゃったから業者さんもいろいろ準備してるんですよね人手も抑えた機材もレンタルしたっていろいろ抑えてるからそれの分の保証しなきゃいけないそれがそんだけ価値3億3000万もかかっちゃうあらららら,らそれじゃって言うんでじゃそんなんだったらじゃあね今の長野市の力だけでね国のお金を頼んやって長野市の力でやっちゃいましょうっていうそういうお話もありましてそれだとね まあ待たずにね今年完成するじゃん、まあ、それは一つメリットですねでその場合はどうなるかっていうと4億 <laughs> 余分な負担がかかってしまうだから1年待って3億3000万で済ますか 今年当てて億で済ますかってもうね右に行っても地獄左に行ってもやや地獄ぐらいの話でね本当にこれ困ったお話でございまして話題ごとじゃないんですけどねで教育委員会はどうするんですかって言ったら今年長野市のね力でやっちゃうでもしかしたらね4億円のうちいくらかは国は交付申請交付金で措置してくれるんじゃないかそこに望みをつなぎたいそういう説明でございました。 小泉もね、じゃあそれでいきましょうと。どっちにしろね、市民負担が増えるんですよ。でもいいことね、1年先にね、計画通りに学校給食センター関係して、子どもやね、親御さんが楽しみにしているアレルギー対応完璧になる。そんならもう1年前倒しいじゃねえや、一年、計画通りにやっちゃおうということで、小泉も議案に賛成はしました。ただね、その時 討論させていただきまして、賛成はするけど、ちょっと言いたいこと言わせろ。それは何かっていうとね、これ、責任の所在はね、はっきりさせていただきたい。で、長野市はね、よーく増えるけれども、補正予算は組まないで、規決、つまり今までの予算の中でなんとかね、削って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 、あちこだか力つまんできて、済ませますっていう言い方してます。だから、責任の所在ね、責任の、 なんていうの処,処分って言っていいんですかね。あの、要するにあれですよ、給料の減額とかさ、そういうやつですよ。それ最低限にしてくださいみたいなね、そんなニュアンスなのかなっていうふうにも聞こえます。だけど、それはね、やはり市民負担が増えるってお話は変わりないんだから、きちんと責任の所在を明らかにして責任を取っていただきたい。と小泉一馬は申し上げました。でね、9月。 今年の9月にね、国のお金がどのぐらいついてくるのかっていうのはね、その時点になったらもう大体分かってくるらしいです。じゃあ9月になったらね、そういったお話きちんと市民にしていただいて、議会にも説明していただいて、責任は果たしていただきたい。これね、有効泉もね、ほんとつらかったですよ、これね。だってね、これからね、もう、なんていうの、まな板の恋ですよ。まな板の上の恋ですよ、あの処分がね、俺ね、9月になったらじゃあなんかんね、 あの処分が待ってるんだななんていうことを考えながら仕事する教育長以下の身にもなってみればねこれぞっとする話でもないけどもでもこれしょうがないですよねやはり真相を出罰市民に不利益をかけたならきちんと責任を取っていただかないと組織としての示しがつきません小泉一馬はきちんと責任をね果たしていただく教育委員会であっていただきたい そういういかっこいいところも9月にね痛い腹切りながら見せていただきたいあーちょっとちょっと本当にこれ言っておこいずもお腹痛くなってきちゃいましたけどお願いします教育委員会委員長教育長お願いします 2! <noise>